皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。はい、ずっと待たせました。ずっと待たせたんですけど、ついに作りました。参考作品はね、夜出します。はい、予定ではね。プリティキャットの虹バッチ、撮りました。もう、アビさん作って究極にして、まあ、何もだけ喜ばないんですけど、で、虹バッチだけ撮れたら、選出しようかなってところまで来て、ずっとね、虹持ってなかったから補欠だったんですよ。ていうのもね、まあ、虹取れなかったんですよね。他のギャラ取らなきゃいけなくて、なかなか取るタイミングがなくて取れなかったんですよ。先にこっち、先にあっちってなっちゃって。それをね、今回何とか取ることができましたんで、この虹プリキュアを見せられたらいいかなと思います。めちゃめちゃ強いはずなんですよね。まあ、一応ね、今流行っている金木くんは無理なんですよ。あいつ、ミリオン向こうなんで。なんですけど、虹バッジを引いてる時に限っては、奴には有効なんですよね。魔導騎兵とかは。射程一方取れるんで有効なんですよ。なんで、それに対してね、うまくできたらいいなとちょっと思ってます。まあ、これ取り合いましょうよと、言ったわけで。しかし、まさかのここで出てくるのが、サキュバスか。ちょっとこれ嫌っすね。ただ、これなんとかして、なんとかしてもらおうと思ったら、倒してもろて、ケルベで、これ、さっきはスリーダーじゃない ?HP はやばいけど、伸びても。OK! 倒したらもう何でもいいっすね。サーキュバスもう一本使わせなきゃいけないですよね。でも、できれば、ゼウス普通に使いたいんで、こっちにサーキュバス使わせましょう。どっち来るか、来ないでほしいな。いっぱい流しますか、とりあえず。寝るなよ、お前マジで。それね、止められちゃうんですよね。ただ相手がね、切ってこないんですよ、先ほど一本。切ってほしいな、先ほど。切ってこないなぁ。プリティキャット入ってるけど。大型に切る気満々なのかな、もしかしたら。ああ、偉いね、君。倒してもろて、OK。流しまくろうか、プリティキャット。止まってないからね、さっきからね。さあ、来たよ。じゃあ、ゼウス行こうか。さあ、それ倒してもろて、サキュバスは狩られたけど、別に問題はナッシング。あとは落城狙うだけ。まあ、落城ちょっと無理かな、これ。ゴブリンも無理だな。うん。落とせたらラッキーぐらい。まあ、多分無理だね。間に合わないと思う。それでこれ抑えてみなかったな。まあ、どっちにしても落ちないか。というわけで、点差勝利ですね。プリティキャット虹バッチにめっちゃ困ってましたね。いい感じ。はい、それではね、2戦目やっていきましょうか、2戦目。まあ、プリティキャットの虹バッジね、耐久値もね、やっぱ、でかいんで、金バッジの方が。で、もともとプリキャット HP 結構高いから、ステータスは結構高めなんで、高め、まあ、低くはないぐらいか。そう。で、まあ、バッジがつけばなかなか高くて、で、火力も結構あるんですよね、ニャンニャンのスキル発動も。とりあえずまず虹バッジを引かなければ話にならないが、引いていく。まあ、大型いないけど、しょうがないね。1本しかいないけど、頑張ろうか。まあ一応、場合によるんですけど、プリティキャットの虹バッジの火力で大型を倒すこともできなくはないです。カニプラスプリキャとかで1本やれたらいいね。で、大型対魔力はあまりないけど、ロボガールでも1本やんなきゃダメだね。この感じは。飛ばないからもう1本打つ。OK、重剣士置いて、もうカニ打ちようか、1本ね。わーお、やべえキャラ来たね。これはもうロボが行かなきゃダメだね。さあ、これ第一ゲート、ヨハは食らっちゃうけど、ヨハしか食らわないで済むかな。これは行かなきゃいけない。進撃隊にして倒しに行かなきゃいけない。スキルを打ってもらって、一応、ひらめげんはつくけど、うわ、ゾウで倒しきるぞ、それ、やば。それは知らない。撃て。偉すぎる、その一発が。でかい、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 ガチでかい。じゃあ、ここ倒して、もうこっちも大型いないんで、これ、コング行って、
横当てで、まあ、横当てできないんですけど、投げられるんですけど、倒してもらって OK、 イカ倒したとりあえず、よしよし、悪くはないよ今。ただね、悪くはないんだけど良くはない現状ね。さあこれでブン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 で倒していきたい。これでライダー倒せなかったら正直倒せない。あと一発だけ投げてほしいな。でこれで大砲も打てば多分倒せると思う。 OK でこっからだね。あとねもう一本だけディケイト使わせられればワンチャンある。もうカニ行くわ。もうコンビで抜きたい。プリティカード使いたくないできれば。来た来たけどこれはねだいぶきついね展開的に。だいぶきついけど火力はね出してくれてるんだよね。あのプリティキャットがどこまで頑張れるか次第だね。あのディケイドは放置してプリキャ強っ。蚊にぶち抜いていく。これがね、ニジプリケなんですよ、皆さん。今、いいとこ見せられましたね、ニジプリケの。これがね、プリディキャットのパワーなんですよ。蚊に抜くんですよね。はい。ここ、勝つのやばくない？はい。それではね、3戦目やっていきましょう、3戦目。まあ、頑張っていきますか。いや、プリディキャットニジバッチ、めちゃめちゃ強いね。強いことは分かったんだけど、まあなんだろう、その大会の兼ね合いとかいろいろあって先にこっちやんなきゃなとかいう虹バッジが多かったんですよ。虹バッジ金バッジ、まあそのせいでね全然プリキャの虹バッジ取れなかったんですよね。でもやっと取れたんで今回これからだね。プリティキャットポケツから外して使っていけたらいいかなと思います。はい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 、22でいこう。22で、うん、さあ、オークが見えてる。で、プリキャの虹バッジ持ってる時の、もう一個いい点があって、これは人にもよるかもしれないんだけど、個人的に思ってるいい点では、あー、待って、ちょっと待って、先にこれやるわ。やりかねえな、これ。さあ、これ、あられやってやっ、なるほどね、めんどくさいキャラ来ちゃったね。めんどくさいキャラ来たけど、意外とこれ、やれる？もしかして。そうだよね。偉くないか君。イカちゃん。取ったよ。で、攻めるよ。取るよ。もう一個。いいの？抑えないと取るよ。でも抑えるってことはイカが殴り始めるんですね。取っていく。素晴らしい。これイカ結構削られちゃうけど、ここでやられてほしい。あ、イカ死なないで。イカ死なないで。オッケーオッケーオッケー。いいよ。お、通したわ。強っ。はい。もう止まんないですよ、プリキュア。もう止まらん。もう止まらん。もう止まらないです。プリティキャット、虹バッチのパワーですね。相手バッチついてないんで絶対負けないですね。そもそもゴーレムいるから負けないけど。うん。というわけで完全勝利です。まあ今の試合、イカが頑張った、かなり。偉かったね。イカもね、育ったからね。はい、それではね、やっていきましょうか。プリティキャットのとりあえず虹バッジを引かないことには始まらないので、虹バッジを引いていきましょう。お、引いた。大谷本来てくれ。あ、いいね、いいね。さあ、プリキャの虹バッジね、今のところ全部活躍してから、最後もしっかりと活躍させて、綺麗に終わりたいところ。ドラゴンライダーか。まあ一応ね、プリティキャットが、まあ金木くんに魅了入らないんで弱いんですけど、対プリキャ、あ、じゃ対金木がね、苦手なんですけど、あのドラゴンライダーがね、金木くんに対して結構強気に出れるんですけど、ポックルは無理なんですよ。まあ、こうガッツ抑えましょうかもう。お、プリキャちょっと、これプリキャにプリキャ当てちゃっていいんじゃね？一応レードラにも強しなんだけど、ここは、あれずれてるわ、君。なんで？多分ずれてるけど、なんか、あ、そっち行く。なるほどね。結構火力出すんですよね。
結構火力出してくれるんだよな。ブルドラ行こうか。さあブルドラ行ってこれ倒してもらって、倒した。でこれまさかのビーナス一発落としかったな。あそこまあしょうがないね。でこれナスがどっち来るかだね。上に行かないでほしいな。できれば下行ってほしい。あー来るんだ上。これはめんどくさいな。そしたらこれ下からこれが行こう。でここね、さあいいよ。オークとはすれ違い通信か。まあそれはしょうがない。さあこのドラゴンライダー行こうか。ガッツも来るから多分見てくれると思う。これがオッケー任せよう。ちょっと待て、プリキュア虹は強すぎないか。相手のプリキュアボコってるぞ。2枚抜きしたぞあいつ今。2枚抜きはやばいだろ普通に考えて。さすがにねきついキャラもいるわけだけど、まあちょっと多くが無理かなこれ最後。ただ虹バッジの破格の性能は見せられたね。まあやっぱスキル発動率が金バッジと同じ効果で上がってるっていうのと、まあ捨てが上がってる、まあ、あと射程がかかってる分先殴れる。うん、やっぱ普通のプレディキャットボコボコだね。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。というわけで今回ね見せました、お待たせしました、すごいやつ。というわけで射程距離アップですね。アップしてるだけでこんだけ変わると。本来は、一方を取れなかったね魔導騎兵やカニとかも一方的に殴ることもできますと。まあもちろんカニから跳ね返しは食らってしまうんですけど、スキルのねニャンニャンは跳ね返し無効なんで、バカバカ殴ってくれてカニも抜けるし、魔導騎兵も一方取れると。アビ魔導に対しても虹バーチのプリディキャットであれば一方的に倒すことが可能といったわけですね。まあ今流行ってる金木くんは苦手なんで、金木くんを見れるキャラはしっかり考えなきゃいけないんですけど、他でね。ただ他のキャラはね、結構見れるキャラ多い。で、レイドラにも有利だしね。はい、そんな感じです。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。